ラシックス注射薬フロセミドは、心不全、肝硬変、腎疾患による不臭の治療に用いられるループ、利尿薬の一つである。高圧を目的とした処方も行われる。正常は、白色結晶性の粉末であり、水にはほとんど溶けない。蛍光投与でも筋中でも、速やかに吸収され、結晶タンパクとの結合率が高く、肝臓や腎臓以外の組織にはほとんど分布しない。 ヘンレテ邸の太い上アンギアの関空側の膜の NAK2CL 共有層単体を抑制することにより NACL 系の再吸収を抑制し速攻性かつ強力な利尿作用を示すが作用時間も短い。蛍光投与後約1時間、静脈注射後は5分以内で臨床効果が現れるが効果を発現する容量は患者ごとに異なる。 主な副作用は、起立性低血圧、耳鳴り、抗線過敏症である。強心肺糖体と併用すると、低カリウム血症を示す恐れがある。そのため、ジギタリスなどの強心肺糖体と併用するときは、スピロのラクトニアグルコン酸カリウムを用いる。代表的な商品名は、ラシックス状、祭竜、中央イテンシンカプセル。後発品多数。 フロセミドが発見されたのは1962年であり、日本で発売されたのは1965年である表紙、風必水薬品モデルリストに収載されている。他の薬物を排泄する作用があるため、世界アンチドーピング機関の禁止薬物に規定されている。米国では、馬の運動誘発性肺出血の予防や治療にも用いられる。フロセミドなどのループ利尿薬は、 ヘンレループの太い上アンギャ内空に存在する NAK2CL 共有層単体を阻害する。遠移尿細管におけるこの作用は炭酸脱水酵素の阻害効果やアルドステロンの阻害効果とは独立したものであり、川随浸透勾配を無効化し自由水クリアランスをブロックする。ヘンレループでの NACL 吸収キャパシティが大きい、ため利尿は 炭酸脱水酵素阻害剤によるアシドーシスで制限されない。加えて、フロセミドはギャバエ受容体の非競合的特異的阻害剤である。M の桁の濃度で、α6β2γ2 受容体のギャバ誘発性電流を可逆的に阻害するが、α1β2γ2 受容体は阻害しない。ラットでは発達中の小脳の下流神経細胞で、 アルファ6 β 2 γ に受容体が増加し、フロセミドの感受性が増大した。重篤な副作用は、ショック、アナフィラキシー、再生不良性貧血、半血球減少症、無下流急症、血小板減少、赤が急老、水泡性類転暴走、難聴、中毒性表皮へ死有解消、皮膚粘膜がん症候群であったとしても、アミロライドなどのカリウム保持性利尿薬を、 併用していても低カリウム血症を起こし得る。またフロセミドはチアジド系離尿薬と同様高尿酸血症を誘発することが知られているが、これは尿酸排出を担っている MRP4 がフロセミドやヒドロクロロチアジドのような利尿薬の排出と競合するためであると考えられている。長期毒性については議論が分かれているが多くの場合、 多量急速常駐した症例、または腎障害を有する症例に該当する。高血糖症を引き起こすことも知られている。フロセミドの血小タンパク質への結合率は91%から99%、分布容積は 20mg80mg 等余時に0.069プラスマイナス 0.006L、kg0.181 プラスマイナス 0.105L。 キログラムである。静脈注射後の血中濃度半減期は0.5時間で、尿中に88%、胆汁中,中に12%が排泄される。尿細管分泌で排泄されるため、末期腎不全患者では容量を減少し、体内への蓄積に留意する必要がある。腎障害を進行させる可能性があるので特に注意する。フロセミドは、下記な薬物と相互作用する。 有害な相互作用に次のものがある、高血圧症、悪性高血圧、心性浮腫、人性浮腫、肝性浮腫、月経前緊張症、末症血管障害による、浮腫、尿路血石排出促進低アルブミン血症を伴う、慢性腎障害で、利尿目的に、フロセミドとアルブミンが併用される。ネフローゼ症候群の浮腫軽減のためにも用いられる。 フロセミドの効果は、蛍光投与で服用後、約1時間後に現れ、6時間以内に消失する。静脈注射では投与後30分以内に現れ、2時間で消失する。蛍光、1日1回40から 80mg を連日、または確実蛍光投与する。注射、1日1回 20mg を静脈注射、または筋肉内注射する。 20から4 0ラムを静脈内投与して利尿反応がないことを確認した場合には1 0 0ラムアンプルを1本静脈内投与する。利尿効果はレース中の競争場の出血予防に応用できる。1970年代前半、フロセミドの運動誘発性肺出血予防効果、少なくとも頻度を大きく減少させるが偶然発見された。 米国の多くの州での競馬ルールでは、尾行から3回出血した競争馬は、以後永久にレースに出場できない。臨床試験が実施され、70年代の終わりには、米国の一部の州で競争馬へのフロセミドの使用が合法化され始めた。1995年9月1日に、ニューヨーク州が使用を許可したことで、全米での合法化が完了した。いくつかの州では、 全ての競争馬に使用することが許可されているが、他方で出血が確認された馬に限られている州もある。しかし2021年に入って、ケンタッキーダービーでフロセミドの使用が禁止となり、2020から2021年にかけて開催される、ロード・トゥ・ザ・ケンタッキーダービーの対象レースに勝利しても出走に必要なポイントが加算されないようになった。日本の場合、フロセミドは、 JRA の使用禁止指定リストの対象となっている。他の国でもレース直前での使用を禁止しているが、遠征先での使用を認めている国も存在する。その他にもフロセミドは、馬の配布種、鬱血性心不全、アレルギー反応の治療にも用いられる。人血流量が増加するが、人機能に影響を与えないので、人疾患の治療には推奨されない。 猫や犬のうっ血精神不全の治療や、犬死上虫の合併症治療にも用いられる。感染症治療には、抗生物質や抗炎症薬と併用される。急性人不全で、とぼし尿、無尿をきたしている動物の利尿にも用いられる。ありがとうございます。